はい、本日はですね、雪国はですね、スノーワイパーっていう雪用のワイパーですね。雪用のワイパーが存在します。で、自分が使ってるのは、ピアっていうメーカーの、これシリコンかなっていうやつなんで、この違いとしては、雪用のワイパーの方が、雪が柔らかいんですよね。あ、ワイパーが柔らかいんですよ。この素材ね。普通のやつ見ると、そこまで、柔らかいとは感じないんですよね。これわかるか。近くとかいいか。これ、あんまね、違いわかんないんだけどね。これがね、普通のワイパーと、普通じゃない、そのスノーワイパーとではね、全然違うんですよ。で今回それの買い方についてちょっと触れていこうかなと思います。でまずこの買える時にですね、ワイパーこっちにあるんですけど、これですね、このレバー、これを引っ張ってでこのワイパーを下にやるんですね。そうするとスポッて取れるんです。で、この親切にこのピアのメーカーは、ちゃんとピアっていうのが真正面に来るようになってて、刺すときはカチャっていう風に刺すんですね。で、まあ実際に今やるのはちょっと一人なんで難しいんですけど、まあこれで、もう一回やりますね。これで、この時に、レバーを上げたらスポッて、レバーを上げながらスポッと下ろすんですよ。そうするとこういう風に爪だけになってるんで、そしたらこうなってる爪を向き確認して、ここの穴からですね、ここの穴からスポッて入れるとカチッてなるんですよ。でまだ入ってない時はカチッてならないんで、カチッてなるまで締めて、そうするとワイパーを変えることができます。で、あと補足で言っとく、言った方がいいのは、結局ここのワイパーってそんなに強くないもんなんで、無理やりやるとここが折れちゃうんですよね。それに気をつけながらやるのと、まあ結構雪が降るシーズンって結局11月ではないんですよね。で12月っていうのは雪が降る時期なんですけれども、その時に変えるのがベストですね。で11月雪降る時あるじゃないですか。その時は一回変えて、それでまた12月になったらつけて、変え方を知っておけばすぐに取り外しできるので、明日雪だなと思ったらめんどくさいですけど一回つければ全然解決することができると思います。で、まあ今日はそんな感じの動画です。スノーワイパーを変えてみる動画でした。また何かあればコメント欄で書いていただければすごく助かります。分かっていただけたでしょうかね。なんかちょっとこう雑になっちゃってるけど、まあそうですね、こういうふうにスポット入れるだけなん で外すのもこのレバーを引きながら下にスッて下げると簡単に外れて、ワイパーを簡単に付け替えることができます。今回は以上の動画になります。